皆さんこんこにちはセルベスアルベ申します本日は r 6 m a r k II の新しい機能の一つとして動画のフォーカスブリージング抑制機能これのテストをお送りしたいと思います個人的に持っているレンズの中でこの機能が使えるのは 24mm のステッピングモーターの単焦点レンズのみでございますでこれちょっと謎なのがですね歪曲収差の 修正を入れた時のみ使えるってこ,となんですけどこのようにですね私の R6M2 はこの 24mm のレンズを装着しても Y 極収差が有効にならないんですよねでもブリージングは有効にできるそして Y 極収差の中を見に行くとブリージングが効いてるからオンにできないみたいななんかよくわからない状態になってるんですけど、まあ、とりあえずフォーカスブリージングの機能は使えるのでテストはできます はい、こんな感じでですね、画角はかなり変わってきます。 まあ要するに電子手ブレ補正みたいなもんですよね。それをまあ定量かけっぱなしにしちゃうみたいなそんなイメージだと思うんですけどこんな感じで、まあ、先ほどお見せした通りですねその価格が狭くなる分、まあ、効果は顕著にありまして、まあ、気になるシーンだと結構有効なのかなと思いますけど、まあ、私の場合はねこの 24mm のバッチリの価格が好きなので。 ま常時入れっぱなしにするかどうかっていうのはちょっと悩ましいところですね。で先日、車載動画一発目の動画を撮った時に、まあ、ちょうど天気が悪くて POV のスタイルでオートフォーカスで撮った時にかなりフォーカスが暴れる状況があったんですよね。であの時は 16mm のレンズだったんですけど、まあ、相当ブリージング感はあったので。 であのレンズは対応してないですから、使えるレンズが限られるということと、シチュエーションとしても常時オンにするだけの機能でもないかなと。なかなかちょっと使いどころに悩ましい機能かなと思ってます。